はい、やってまいりました。今日はですね、パネライの紹介をしたいと思います。皆さん見てください。もしね、パネライ迷ってる方いらっしゃったらですね、ぜひおすすめしたい時計になっております。もう見ての通り、見てください。このフォルム、この丸い可愛らしいフォルム、ご覧ください。世界の皆さん、素晴らしいですよ。つけ心地も良くてですね、最高ですね。もう本当に最高です。今ですね、皆さん、わざとちょっと時間止めてるんですけれども、これパワーリザーブがですね、大体2日ぐらいしかなくて、そういう時はですね、これを、まず皆さん、カチャッと開けるんですよ。ほんで、カチャッとしまして、まあ、今の時刻に、合わせます。例えば今、もう11時、40分ぐらいなんで、11時40分のところまでこう、合わせますよね。これもね、またなんか楽しいんですよ、やっぱ。で、カチャッと、もう一個、カチャッとしまして、上にリューズを巻いていきます。そしたら、ここにご注目ください。この秒針のところが動き出します。自動巻きなんで、見てください。もうちょっとしたら多分動き出すと思うんですけど。いや、動き出しました。皆さん、これですね、今動き出しましたね、もう。こんな感じで、使うときにですね、この回すっていう動作をするって、まあ3日に1回ぐらいなんですけど、まあ、これがまた楽しいっていうね、機械式時計のいいところかなと思ってます。まあ、ある程度回したらもうカチャッと止めますね。これのパネライですね、皆さん、僕ラバーベルトをおすすめします。ラバーはですね、岩田屋とかにも純正で売ってるんで、まあ、ちょっとね XS とか S とか M とかあるんですけど、まあ、ラバーだけで3万円ぐらいするんで、ちょっと高いんですけど、やっぱ何ですかね、使い勝手がいいっていうか、汚れないですね、あんまり。もちろん革には革の良さがあるんですけど、パネライといったらやっぱ最近じゃやっぱラバーかなと、いう感じかなと思っております。どうですか皆さん、これちなみに 38mm ですね。まあ、腕につけるとですね、腕が細めの僕でもですね、こんな感じでちょうどいいという、38は非常につけやすい時計になっております。それでパネライ、またいいのがですね、ちょっと置きますね。この箱がですね、また木箱なんですよ。見てください、世界の皆さん、パネライといったらもう箱が木箱、パッカー開いちゃいます。開いちゃいます。どうですか世界の皆さん、もうこんな感じでですね、なんか、パネライ本当に素晴らしいいい時計になっております。もちろんこれね、牛革のベルトも別であるんですけれども、牛革もね、もちろんいいですよね、こんな感じに。牛革またちょっと、まだ違うというか、ただ牛革は、まあ、牛革もね、すごいいいなと、僕は思ってますよ。こんな感じ。まあ、いろんなね、赤とか白とかもラワー、いろいろ牛革もいろいろありますね、茶色とかも。まあ、いろんな、こう、合わせて、その日の気分で合わせてですね、ぜひ、パネライ、皆さん使ってみてください。すごくいい時計です。